Hi, my name's Simon, and I've been living and surfing in Okinawa since 1998. And I'm also a language teacher. I teach English at university, and recently I've also been teaching Japanese conversation classes. And I'm a keen student of Japanese, and so I've decided to combine those two to provide a guide to how to talk about surfing in Japanese. Bear in mind, I'm not a native speaker. I think the grammar on all of this should be pretty good because I've checked it with my wife. My pronunciation is good, but not perfect. You should definitely just use me as a springboard to help you learn the phrases, understand them, and then you should definitely follow Japanese native speakers to really hone your Japanese speaking and your in particular your pronunciation. Okay, but I think this will get you started. Okay, so we're going to get into it. You can look at the print, which I've attached to the bottom of this video, to follow along to see the meanings. I'm just going to read the Japanese. And I recommend, I'll also provide an audio recording, and I recommend that you put that on repeat and just listen to it for hours while you're driving and doing the washing up and running and whatever, because that'll really just burn the phrases into your brain, and you'll be able to hear them in your head, and it'll be much easier to say them. Okay, off we go. おはようございます。おはようございます。こんにちは。こんにちは。おはよう。おはよう。久しぶり。久しぶりです。元気？元気ですか？うん、元気よ。ケンジ、元気？うん、元気ですよ。中田さんも元気ですか？波はどうですか？波どうですか？どうですか？波はどんなね？どんなね？どんな is pretty okay now, and I'm not sure if that work up on the mainland. 最高ですよ。最高だよ。最高だよ。上等ですよ。上等だよ。上等 might be a little Okinawan as well. 結構いいよ。結構楽しいよ。悪くない。遊べるよ。微妙。あんまり良くない。良くない。ダメだね。サイズはどのぐらいですか？大きさはどのぐらいですか？サイズは？大きさは？クローズだよ。クローズ気味だよ。危ないよ。やめた方がいいはず。たまに来るドセットはダブルぐらいあるよ。たまに来るドセットはダブルぐらいもあるよ。セット頭半ぐらいがあるよ。セット頭半ぐらいがあるよ。頭オーバーですよ。頭ぐらいはありますよ。肩ぐらいがある。胸ぐらいかな。Try again. 胸ぐらいかな。腰しかないよ。腹しかないよ。ももしかないよ。膝しかないよ。くるぶししかないよ。微妙にしか割れてない。くるぶししかないよ。微妙にしか割れてない。So, しか plus a negative means only.うねりは入ってるけど割れてない。うねりは入ってるけど割れてない。波ないよ。フラットです。風は？風は吹いてる？めっちゃ強いよ。Try again. めっちゃ強いよ。かなり吹いてるよ。結構強いね。やや強い。People don't really say this, but you might see it on the weather forecast. 風はまあまあ吹いてる。ちょっとしかないよ。あんまりない。ないよ。波は面している。ないよ。波は面している。風ないよ。
波は面つるつるだよ。風ないよ。波は面つるだよ。風立ちぬ。It's just a movie title, but it means there's no wind. And a book title. 風の向きはどう？オフショーだよ。オフだよ。サイドオフ。サイド。サイドオン。オンだけど弱いから大丈夫だよ。オンだけど弱いから大丈夫だよ。オンショーです。波はぐじゃぐじゃになってる。ジャンクだよ。ジャンクコンディションですよ。ジャンキーコンディションです。波はどんな感じ？結構いいよ。良さそう。つながってる。掘れてるよ。チューブしてるよ。ちょっとダンパーしてる。ダメだね。うねりの向きは良くないかも。南がありすぎかな。うねりの向きは良くないかも。南がありすぎかな。南、北、西、東、北東、北西、南東、南西。V 見た？見たよ。1.5 メートルって。周期は16秒、Hold on. 16秒だって。16秒だって。ああ、しよう。満潮は何時ですか？干潮は何時かわかる？2時半ぐらい。2時45分だった気がする。2時45分だった気がする。ああ、覚えてない。今潮が上がってきてる。今から潮は引いていく。潮が入ってきたら良くなるかもね。潮が入ってきたらもう割れなくなるはずね。潮が引いてから良くなるかもね。潮が引いてからダメになるはずね。潮が引いてからダメになるはずね。もう浅いよ。まだ浅いよ。今からだね。ハヤバルはどんなかな？ハヤバルは見ました？ハヤバルをチェックしました？どっかチェックした？どっか見た？ハヤバルは小さかったよ。ハヤバル、波ないよ。かなりでかいスウェルじゃないとハヤバルは割れないよ。人混み。人混み？サーファー入ってる？何名入ってる？いっぱいいる？一人は入ってるよ。二人は入ってるよ。三人は入ってるよ。四人は入ってるよ。五人ぐらいは入ってるよ。十人ぐらいは入ってるよ。50人ぐらいは入ってるよ。ぎゅうぎゅうですよ。違うところを考えた方がいいかも。結構人いっぱいだよ。そんなにいないよ。人少ないよ。今誰も入ってない。でも準備してる人は結構いる。今誰も入ってない。でも準備してる人は結構いる。みんな上がろうとしてるみたい。誰も入らんよ、これ。天気どんな？天気はどうですか？晴れてるよ。雨降ったり止んだりしてる。
後で風強くなるか、風後で風強くなるんじゃない？台風。沖縄の南にまた台風が発生してるらしい。沖縄の南にまた台風はが発生してるらしい。沖縄ずれるでしょう。沖縄ずれるでしょう。あ、進路が変わってきてるみたい。あ、進路が変わってきてるみたい。台風は近づいてきてる。台風は近づいてきてる。直撃するかな？直撃かな？台風対策した？台風対策した？強風域に入りそう。強風域に入りそう。今から暴風域に入るみたい。上がった方がいいかもね。今から暴風域に入るみたい。上がった方がいいかもね。目に入った！海に行こう。過ぎたら行こうね。21号入った？アドバイス。入った方がいいよ。やめた方がいいよ。上がった方がいいよ。昨日どっか入った？最近海入ってる？昨日早バル入った。先週早バル入った。どうだった？どんなだった？最高だったよ。上等だったよ。めっちゃ良かったよ。良かったよ。結構良かったよ。楽しかったよ。ん？楽しかったよ。面白かったよ。悪くなかったよ。遊べるぐらいはあったよ。微妙だった。良くなかった。ダメだった。小さかったからロングで入った。良かったよ。頭上がらいがあって人もいなかったから貸し切りサーフィンだったよ。良かったよ。頭上がらいがあって人もいなかったから貸し切りサーフィンだったよ。楽しかったから5時間ぐらい入ってたよ。いい波いっぱい乗ったけどめっちゃ日焼けした。楽しかったから5時間ぐらい入ってたよ。いい波いっぱい乗ったけどめっちゃ日焼けしたよ。最近あんまり海に入ってない。仕事で忙しい。最近入ってない。仕事で忙しい。明日波はどうなるかわかる？明日どうかな？明日まで残るかな？明日サイズアップするかな？上がるみたいよ。下がるみたいよ。明日風がオンになる。明日昼からうねりが届くみたい。明日昼からうねりが届くみたい。なくなると思うよ。明日はもうクローズかもよ。さっきの波良かった？めっちゃ良かったよ。チューブも入れた。うん、良かったよ。長かった。うん、ダメだったよ。クローズした。テイクオフでこけた。テイクオフでこけた。ドロップインされた。ドロップインされた。誰かにドロップインしそうだったからキックアウトした。誰かにドロップインしそうだったからキックアウトした。誰かが邪魔してたからまっすぐに行かないといけなかった。誰かが邪魔してたからまっすぐに行かないといけなかった。板クラッシュしたから上がって交換しようね。板クラッシュしたから上がって交換しようね。リーフぶつかって怪我した。痛かった。血出てる？リーフぶつかって怪我した。
痛かった。血出てる？謝ること。Apologizing。さっきごめん。ごめんなさい。If somebody apologizes to you, you can answer with, いいですよ。大丈夫？ぶつかってない？ And remember to smile and be happy. It's just surfing. 行かないと思った。行けないと思った。グーフィーに行くと思った。レギュラーに行くと思った。見えなかった。見えなかった。失敗しました。失敗しました。すみません。ごめんなさい。ごめん。ごめんね。もう上がろうね。もう上がろうね。もう上がるね。もう上がるね。また今度ね。また今度ね。お疲れ。お疲れ様です。お疲れ様です。明日また、明日まで残るかな？明日まで残るかな？明日もありそうな感じ？明日もありそうな感じ？ Okay, that's it. Wow. 16 minutes and 17 pages. A minute a page. See you in the water speaking Japanese. 頑張ってください。じゃあねー。